はい、ね、8月だ、8月9日ですの、月曜日じゃねえよ、水曜日だ、もう違うな、水曜日です。はい、どうも、今日はまだ今店内が今もうそろそろおしまいなんで、みんな帰れって言って片付けてるところですけど、騒がしいですね。はい、今日はね、お店がね、にね、栃木県からね、中学生と小学生の兄弟が来てくれましたよ。うん、で、ヨシトとか僕とかマッチーとかで対戦しました。はい、あとは新規でそうやって遠方から来たのはそのぐらいだったかな。はい、あとね、マッチーのね、マッチーの実況の方で、何ゲストでいろいろカボちゃんとかね、ハタとかね、うちのそのメンバーたちがその解説のサポートをするみたいな感じで撮影してました。はい、僕はディエルバスターズがよく分かってないんで解説には呼ばれないので残念です。僕もいつか解説に。はい、今居眠りさんがあそこでガラスケースに腕をぶつけましたね。はい、という感じです。で、あと、あ、そうだ、シャマさんがね、次作るスリーブのね、イラストレーターさんを発表されました。はい、特に僕がこう今名前を言うのもなんだから、すげえな、すげえ人なんですよ。で、そのイラストのデモのをなんかお店に来てくれた人に公開するって、すごいよね。で、来週、次の月曜日の時に、お店に来てくれるとそのイラストが見れるっていうことなんで、ぜひお越しください。もうそういうイベント大歓迎で本当ありがたいことです。はい、っていう感じかな。あと何かあったかな。あ、そう、今日一番大事なこと、はい、おー、ピント合った、アイコスです。あ、逆だった、アイコスです。最近タバコをすごく吸う本数が増えたという評判で、喉がイガイガしているのをですね、よくご指摘を受けてですね、はい、アイコスにしろというアドバイスをいただいたのでアイコスにしようかなと思って、今今日1日目です。はい、そうなんですね。うちのコンビニもうないですよ、本体が。そうなんだ。月週1くらいで2個追加するんですけど、うん、すぐ売りきます。新型の方じゃない？新型の方ですぐ売りきます。ねえ、でもさ、スバルは吸わないからわかんないよな。違う、俺バイク、コンビニでバイク、コンビニで、うん、状況よくわかってるし。いやいや、だからこれで代わりになるのかなってのは不安でしょうかね。ほら、始めてもやっぱり戻っちゃう人もいるし、いっぱいそういうの。やっぱり子供持ちとかの人は、うん、それから結構長続きする。だから何かしら理由がある人はだいぶついてるし、だから何も理由なしに流行ってるからってやってる人はすぐもう普通のように戻ります。俺理由はあるんだよ。じゃあ多分ね、子供たちをたくさん集める店なのにタバコが店内でタバコ臭くねっていう評判はちょっとやばいなと思って。 だったら続きますよ多分。でしょ。いやでも僕タバコすごく好きだから、これがすごく好きになるか微妙なんですけどね。はい、じゃあスバルさん、はい、声だけ出演ね。はいはい、はい、スバルですよ。はいはい、はい、スバルはね、はい、わ、手だけ入りました。はい、最近出演がないですけどね。最近は忙しいんですか、学校が。やっぱり保育学館ってどうしても国家資格なんで、どうしても授業数が多いんですよ。うん、稲森さん単位いくつ今、春学期。わかんない、まだ先生が来た。稲森も来た。夏休み終わった後に僕はでも、あ、よしとも来た。でも俺もなんか他の学科より、うちの行ってる大学だと他の学科より単位が多くて、みんな忙しいそうです。1年で26単位夏休みなのにね。半年で26単位、うん、言うて夏休みそんなに特別な予定もない。でもなんもないんですよ。宿題だってね。頑張って、宿題ないっすよ。それでバイトで金貯めるぐらい、うん、ああどん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 、はい、お金貯めて、週末のほらデッキも買わなきゃいけないんでしょ。みんななんだっけ、あクロニクルの2種類とかな。あ、そうなの。俺も買えなくなっちゃったな。お金があれば買おうかな。そう、みんな集まってみんな集まって。小山をそそられるもんがもうアルカクラウンしかない時点であんまり争んなくて。そうなんだ、評判高いのに。まあいいや、まあ、契約はやつとか金属臭いはあるんだけど、正直言って対応できるのでだそうです、うん、という感じで、はい、みんないろいろ忙しくなったりしながらも、はい、お店集まってデュエルしてくれてます。でもスバルのもう、まあ、声本当にボリューム気をつけろ本当に。ここ最近割と気をつけてるんです。いい子です、はい、お願いします、はい、せっかくいいのにボリューム調節だけできてないせいで、いや、なんか身の回りにいつものやつらしかいないと思った瞬間に出てくるんですよね。 それはね、身の回り、周りのやつらは嬉しいよ、はい、スバルが面白くてヨシトとかもエンガチョとかも一緒に嬉しくやるけど、絶対新規の人が来た時に、新規の人が異様な、新規の人来た時はちょっと黙りますので、うん、絶対あと時々来るじゃん、ほら小学生女子とかさ、お菓子買うんすか。来るよ。あ、来ますよ。せいやさんがね、寝め回すように見たっていう評判の。うわ、気持ち悪い。それは事件になるんだけど、あの人もう捕まっていいよ。だから、いや、ちっちゃい人たちも来るかし、夏休みいろんな子も来るから、
まあまあまあ、そうそう、ボリューム調節を頑張りましょう。はい、はい、俺にボリュームついてたから頑張れ。ついてる、ついてる、ついてる。ちょっと、あ、後ろの方にちょっと自分の手の届かないところ、ね、あ、じゃあ無理だな。はい、じゃあそういう感じで、ね、はい、僕は明日もこれで頑張りますんで。はい、じゃあお疲れ様でした、じゃあ失礼します。はい。